松尾豊東京大学大学院工学系研究科教授 ITAI の進化と地方再生少子化対策ということでお話しする今日お話しするところは ITAI に関しての現状というのが前段でありその後で地方再生に関して少子化対策に関してそれぞれお話ししていきたいと思うが結局生産性を上げようということになるので全般的にそういう話をしていく今非常に AI ブームで世の中のいろいろなところで AI を取り入れようと言っているが半分ぐらいの話は 単純な IT というよりは DX の話デジタル化しましょうということが多いその次に多いのがやはりデータをきちんと使っていこうというところでその先にこのディープラーニング新しい AI の技術を使っていこうというものがありこのように段階的な構成になっているということでこれが結構混同されて語られているので非常にわかりにくいが世の中全般のインパクトという意味から言うとやはりきちんと IT を使っていかないといけないこれは1990年代後半からそうなのだがやっていかなければならない一方で最先端のところで新しい付加価値を生み出して新しい事業を作って ていいいく時には新しい方がやりやりすいからディープラーニングなどを使っていくという整理かと思うなおこのディープラーニングは今回のコロナウイルスに関連して世界各国でいろいろな取り組みがある多分一番有名なのが中国でアリババの子会社のアリペイがやっているがその人がどこに行ったかどういう人と接触したかなどのデータを全部取り危険度を赤オレンジ緑ということで判定してそれによって行ける場所が変わってくるというようなことをやっており非常に効果的であると思うそれから CT の診断でコロナの場合は CT で分かるということなのでこれも使わ れていいるるという事例もある少し話は戻り、この IT 全般の活用であるが、第1回懇談会でもコメントしたが、やはり日本はここに真面目に取り組んできていないと認識している。さまざまなデータがあるが、左は主要国の成長率の要因分解で、日本の場合は少し統計が違っているが、ICT 本業というものが他の国に比べて少ない。右側はオンラインのクラウドサービスあるいは国の行政手続き、こういうものは軒並み非常に低い水準にある。それから、AI の導入に関しても、これはアンケート調査で、企業の中で一部の業務を AI に置き換えている、あるいは AI のパイロット運用を行っているかどうかということであるがこれも非常に順位が低いただこの IT 投資をこれまで積極的にやっていないかというと実はそういうこともなくそこの構造が少し複雑である左の図を見てもわかる通り日本はつい GDP 比でもそこまで悪くないところが何が起こっているかというと右側にあるようにセクター別で見ると ICT のところは伸びているが他のセクターが軒並み伸びていないアメリカなどを見ると ICT も伸びており他のセクターも伸びている本当はまたちゃんとデータで見る必要があると思うが基本的には日本は IT セクターだけが儲かっ ているこれは IC、T、投資がほとんどの場合で非常に大きな箱物や非常に大きなレガシーなシステムでカスタマイゼーションになっておりなかなか使い回しが効かないからである本来のいろいろなセクターの事業の競争力を強めるような働きをきちんとできていないというところにあってここは非常に大きな問題点かと思っている以上が前段の背景のところである地方再生に関して ITAI がどのような寄与ができるのかという話をしていきたい今最先端のディープラーニングの技術に関してどういう段階にあるかというと画像認識の精度が非常に上がってきた加えていろいろな 機械ロボットを組み合わせてそれらを運動の集中機、と言っているがもっと運動神経がいいような機械ロボットが出てくるその後に言葉の意味や理解を伴うような非常に高度な仕組みができているこういう順番の今第2段階に差し掛かってきたところだと思っているいろいろな事例があるが左側が農業用のロボットでイチゴを収穫しているものであるアグロボットーといってヨーロッパの例である右側が日本のベンチャー企業がやっている片付けロボット右下が重機を自動で操縦するものであるこういった事例がたくさん出てきているこういうディープラーニングによる画像認識 認識技術とハードウェアを組み合わせることによっていろいろな作業の自動化をしていくというものが日本にとっての一つの価値パターンではないかと思っておりやはりものづくりと組み合わせていく必要があるハードのところはいろいろなノウハウの蓄積があるから大企業を中心にやりこの新しい深層学習ディープラーニング AI のところベンチャーがやっていくこの組み合わせによって今証高齢化が進む地方人手不足やいろいろなことに困っているからそこに当てていくということかと思う世界全体を見回してもカメラで画像を認識するだけならば中国やアメリカが圧倒的に速い 技術的にもすぐできるし、それを、後は入れるというだけなので、そういう国が圧倒して先行してしまう。一方で、ハードウェアが関わってくるとかインフラが関わってくるとなると、結構蓄積が必要なので、このあたりというのは、十分日本がうかがえるチャンスがあるのではないかと思う。そのためには、ハードウェアをやっている大企業と、ディープラーニング、AI をやっている人が出会わないといけないわけだが、この AI をやっている人をどうやって育成するかということで、私は東京大学の中で AI、ディープラーニングやデータサイエンスの講義を2014年頃からずっとやっている。これまで累計で3000人 以上の学生社会人に教えてきたが特に新しい技術を早い時期から教えるとやはりいろいろな学生が企業を始めるということで松尾県関連からすでに2社上場しているところがあるし他にもいろいろな企業が先輩の成功を見て自分もできるのではないかと思ってどんどんやっていくということが起こっているこれは別に松尾県周りだけではなくて東大全体で起こっている傾向で実は今東大の IT 人材の就職先のナンバーワンがスタートアップとなっている10年前はソニー日立グーグーこういった企業が上位だったがこれが10年かけて大きく変わって 来たことになる特にこのスタートアップを育成していくことに関してスポートの文脈でどういうことをやっているかというと高ウ先生を対象に最近一生懸命やっており。 高先生が非常に優秀である特にハードウェアと AI の組み合わせということに非常に大きなポテンシャルを持っていると思っているギャファオトバトへのエンジニアも結局プログラミングソフトウェアのところだけは非常によく分かっているがハードウェアとなると機械電気は結構蓄積が必要なのでなかなか両方を持った人はいないというところだが高先生は高校の3年間プラス大学の2年間で非常に若い時期に実践的な教育を受けている彼らは非常に柔軟なので AI ディープラーニングを教えるとあっという間に身につけるこのコ先生にディープラーニングを教えるということを 行っているそれと同時にコンテストを作り高専はプログラミングコンテストプロコンというものと非常に有名なロボコンがあるがそれに並ぶようなもので DCON というものを作ろうということでディープラーニングかけるハードウェアでコンテストを作ったところ昨年全国18チームから応募があった特に重要なことが高専のコンテストの場合通常技術の成熟度技術レベルを競うがそうではなくて実用的な価値を競おうということで VC の人に来てもらいバリュエーションをつけてもらったこのプロジェクトが会社だとしたらいくらで評価するかという評価額をつけてもらい それが高い方が勝ちというコンテストになる優勝したのが長岡高専でバリュエーションが4億円 投資額が 4, 万であった何をやったかというと非常に単純である工場の中にアナログのセンサーがありこれを定時に人が見回って目で見て紙に書くということで生産管理をやっているという会社がまだ日本中にたくさんあるがこれは大変手間だということで針の前にカメラを1台イメージセンサーを1交機ディープラーニングで針を読み取ってサーバーに送るというものであるそうするとアプリから見えるということでリアルタイムの生産管理ができるというだけであるただこれは非常に便利である新潟県内のいろいろな企業を回ると新しい設備の工場科学プラントとか そういうい大きなところはもちろんアイオートセンサーが入っってていいるから使ってもら使もえないところが食品系は設備が古いので扱ってもらえるそういうプレゼンをして V、C の人もそれはいいねということで4億円ということである高先生の本当に卒業研究のようなプロジェクトが4億円ということは私は非常に大きなことだと思っており本当に目のつけどころによって全然変わってくる2のチームも送電線の点検ロボットをやっており送電線を伝わっていくようなハードウェアを作っていた送電線の亀裂とからくらいによる破損というのを見つけるということだがこれを目でやらなくてはいけなくて が大変だがこれをディープラーニングにすると正常だと100%と出て悪いと下がるので下がったところだけを目視で確認すればよいということであるこれも四国電力と連携してやっておりこれもいいねということで3億円のバリューエーションとなった18チームはあったが7位以下のバリューエーションは0円つまり投資する価値はないということであった技術のレベルは下位のチームも全然悪くないのだが何が違うかというと上位のチームはやはり世の中のニーズにきちんと当てているということでそこがつながるプロダクトがマーケットにフィットするとこの価値が非常に上がってくるということが好戦 これをサイエンスゼロでも行ったし実は今の時期第2回を行っているはずだったがコロナの影響で今年は延期になったただ自然界の倍以上30チーム以上のところから応募があったという状況になってきているこのように高線を中心としてディープラーニング×ハードウェアで新しいイノベーションを地方から起こしていくということは非常に可能性があると思っており情報産業だけだと東京大阪に集中してしまうがやはりものづくりと組み合わせるとどうしても地方が出てくる地方に有料なものづくり企業がたくさんあるからそことの連携というのが 非常にに有益になってくるそれから東京からこの VC のお金が地方に流れ込むだけでも地方経済にとっては非常に大きな活性化になってくると思うしそういった形での成功例が広がってくると良いかと思う実際 DCON で優勝した長岡高専のチームそれから香川高専のチームはそれぞれ企業をしようとしているところでおそらく1ケラ2ヶ月のうちに両方とも法人が立ち上がりまた別途やっている香川高専のプログラミングコンテストに優勝したチームはもう会社を作っておりあっという間に日経に取材されたりしているというようなことで。 こういう事例がどんどん進んできていると思う。地方に人が行かない。東京をはじめ局集中ということが言われるが、一番の問題はやはり地方が儲かることだと思う。東京の方が今、第三次産業の割合が高くて、全体的にやはり年収が上がっている。ここ20年、30年ぐらいでこの傾向は顕著になっており、やはり東京に行った方が良い仕事があって儲かるので、そちらに行くということだと思うが、地方でもそういった良い仕事があって、ちゃんとイノベーションを生み出してもかるということにさえなれば、地方に住みたい人も結構いると思う。アンケートもあるが、条件が良ければ、地方に住みたい人もいと思 といいう人は結構いるし文化とかレジャーとかそういうあたりも大事になってきているが環境整備をしていくと地方に人を呼ぶというのは非常にできるはずだと思う特にこのコロナに関連してオンラインの教育が今どんどん広がってきており教材を無償で提供するということを次々とやっている私が理事長をやっている日本ディープラーニング協会もオンラインの学習コンテンツを無料で公開したところ非常に評判が良くすでに10万ページビューを超えており事業者によっては1000を超える新たな申し込みも得ているということで非常に評判が良いこういったことを国としてもどんどん 積極的にやっていいいくとと良いのではないかと思うもう一個重要なことがポクをというところで開発をやってみることである特に中小企業を含めて開発を自社でやるということは非常に大事でこれをベンダーに頼んでしまうと結局ベンダーしか儲からないので自社のエンジニアがオンラインで学習しその学習した成果を使って自社でいろいろな AIIT のプロダクトを作ってみるそこに対して助成金を出していくということも今の時代は非常に重要になっていくのではないかと思っている地<し>方の話が今のような話で次に少子化に関しての話をするこちらもやはり収入と優敗グループ ととといいううのは相関があるということで前回の議論で有配グルと子どもの数というのは明らかに相関があるというのがあったので結婚すると子供ができる確率が上がるわけであるが男性女性で大きく違っており男性の場合は非常に優位な相関があって女性の場合はいろいろな考え方の方がおりなかなか傾向として読み取りにくい基本的に若者にちゃんとお金をあげるということがすごく大事だと思っておりやはり将来に不安があると結婚して子供を持とうと思いづらい思ったとしてもやはり思いとどまってしまうということで若者の給与水準を上げようということを 昔から思っているところが実際はそんなに簡単ではなく所得の分配率は若者が非常に低くて年配の方が非常に大きくてというのであればそこを是正すべきだとなるが日本全体があまりも買っていないので年配の方もやはり下がっているどちらかというと従来の年功序列の傾向は少し薄れる方向にきていてこういう中で若者だけ給料を上げようというのはなかなか難しいやはり若者に非常に大きな活躍をしてもらって給料を取ってもらうしかないという状況に持っていくということが重要と思っておりそうするとこのデジタル AI というところでが 若者に活躍ししてててもらう必要要がががああるるるるそれを阻害していい因があると思っているやはり従来からの例えば組織内の監修であったり小監修であったりこういう古い部分が若者だけではなくて女性とか外国人もそうであるが社会進出活躍する際に非常に大きな制約となっていると感じる勝手に部族ごっこと言っているが人間の本能は昔ジャングルに住んでいた時とあまり変わっておらずやはり仲間を作って敵と戦うということが本能的に好きだと思っているそういうことのある種の現在反華社内政治やライバル企業と戦うというようなことになっている いるとと思思っっててておりそこに巻き込まれてしまれしう本来の生産性から言うと会社による遅くまで残って何かやるとかはあまり意味がないわけでこれがある種の部族だと考えるとやはりそこに忠誠心を尽くすということは非常に大事なことなのでそういうことになっているということでこれを極力やめてもらって本当に生産性の観点から合理的な組織の仕組みにしていくそれから規制に関してもやはり新しいプレイヤーがどんどん見れるようにしていき今の日本であると医療業界や小売などさまざまなところがそうであるが業界構造に相当詳しくないと勝てない。 色々なま回しとか気遣いとかも必要でそうするとやはり新しい人が入ってきたときになかなか活躍できないということになっていると思うのでそこを規制緩和して新しいプレイヤーがどんどん入ってこられるようにしていくというのが重要今医療もオンライン診療を可能にということでこれもなかなかハードルが高かったが一気に世論が傾いてきていると感じる東大も全面的にオンラインで講義をすることとなっている今のコロナの外圧を使ってこういうイノベーションを阻ばんできたものを一気に突破して若者が活躍できるようなデジタル AI の世の中を作っていくということではないか と思う政府に関してもエストニアの話を初回に少ししたが非常に先進的で98%の国民がナショナル ID を保有しているとか100%近い手続きがほぼオンラインだけで可能でありシンガポールイギリスオーストラリアなどの国ではさまざまな形で電子政府の取り組みをやっており特に新技術を導入するために新しいプレイヤーが入ってきやすいような工夫をさまざま行っている日本のように大手の IT ベンダーにロックインされているような状況は非常に好ましくないと思っておりここは変えていく必要があるのではないかと思う終わりであるが新しい 時代を作り上げるのはいつの時代も若者の活躍だと思っているのでこの若者が活躍できるような世の中にしていくそれから日本はどうせ外圧によってしか変わらないと思うがコロナはある種の黒船だと思うこの黒船が来たということを機械と捉えてこのタイミングでデジタルオンライン AI にシフトしていくこういうデジタルや若者の力スタートアップというものをうまく引き出していけば地方の再生も十分可能だと思うし証拠高齢化を解決するような方向にもつながっていくのではないかと思う以上